Salve ragazze e bentornate nella cucina del bellissimo. Minasan bellissimo no ci sai kitchen ni okaeri gozaimasu. Kyou wa ne tokubetsu na kai de gozaimasu. Kyou watashi yori renkyou ga bellissimo ga yoku kaidi de kounyou shite ru Italia no okashi top 10 shokai sasete itadakitai to omoimasu. ということで、まずナンバー10ですね。ノベロ10、これでございます。はい、見てください。pregiate caramelle herbamelle con goccia di miele senza glutine gluten free katakana も書いてあります。habamelle シチリアンレモン&ジンジャーハニーのキャンディーですね。ちょっと開けてみて食べてみようね。これはね、やっぱりイタリアの商品ね、開きにくいんだね。リモネゼンゼロね。ということで、ジンジャーとレモン。うん。まあ、どうでしょう。子供の頃、よくイタリアで食べてた味ですね。よく、おばあちゃんたちの家に置いてある。しかも中に、蜂蜜が入ってますね。なんか、噛んだら、この、エキスが出たんですね。なんか液体みたいに中に入ってて。まあ、キャンディーですから、ほとんど砂糖ですね。カバンに置いとくと、ちょっとおしゃれでいいと思います。ということで、次はナンバーナイン、ヌメロ9に行きます。フォルノボノミスフォイアティーネズッケラーテ。これでございます。イタリアの人は、もうお茶飲みながら、コーヒー飲みながら、朝ごはんとか、おやつによく食べるものでございますね。まずこういうスフォイアティーネズッケラーテっていう種類のね、ビスケットがあるんですよ。全部一回開けたら食べきんないとな。エスプレッソコーヒー飲みながらこのスフォイアディネズッケラーテ食べるとめちゃくちゃ美味しいでございます。ほら見てください、これですよ。こうやればいいの。ほら、全然ピント合わない。いただきます。ナンバー8、ヌメロ8に行きます。イエーイ。これですね。これはもうイタリアの超有名なビスケットでございます。サボヤーテといえばフィンガービスケットね。レディーフィンガー、レディーフィンガーってでかい指だな、レディーとしてはな。まあそれ別として、これはね、もうティラミスとかケーキ作りにもふさわしいし、このまま食べてもめちゃくちゃ美味しいでございますね。ほらこういう感じですね。口の中イタリアの味で、イタリアの香りで、涙が出ますね。っていうことでナンバー7に行きます。ヌメロ7、イエーイ。これですね、ダークチョコレート。これ美味しいですよ。見てください、いい感。 72% カカオ、ココアが入ってるね。センサグルーテン、グルーテンフリー、いいものなんですよ。あ、ちょっと皆さんといただきたいと思います。ペリャオポン、開けやすい。お、開けやすい。皆さんのためにいただきたいと思いますね。お酒、ウイスキーとかね、そういうちょっと度数の高い酒合わせるとめちゃくちゃ美味しいですね。すごく高品質な感じがします。いい感。イカメラみたいな名前してるね。次はナンバー6、ヌメロ6、これでございます。クレッカルス、コルッシね、dal 1911、1911年からっていう意味ですね。コルッシって言えばイタリアで超有名なブランドですね。僕も子供の頃よくビスケットね、朝ごはんのビスケット、コルッシ、もともとね、すげえお世話になったですね。こういう感じですね。こういうふうに折ってですね、ちょっと食べようと、ちょっといただきます。日本でよく食べるクラッカーに比べると軽い感じですね。いろんな料理に合わせやすい感じですね。ナンバー5、ヌメロチンプレ、イエーイ。これでございます。イカントチーニトスカーニ GP ですね。カントチーニでございます。書いてある、グスタテリコのんびきりでヴィンサントプレダソレスコビレアリフェンサディオナラボラスルミエニミタビレ。ヴィンサントっていう種類のワインと一緒に飲みながら食べて、そしてワインにつけて食べてもね、めちゃくちゃうまいっていうことですね。この裏にも書かれてるんですけども、訳されてないんですよ。ということは、これはね、イタリア語勉強しないと分かんねえな、日本の人。
アーモンドがたっぷり入ってて食べます。いただきます。ナンバー4、ノメロ4でラクラスイフィガ、今日のねランキングのナンバー4はこれでございます。イバチペルジーナ。アローラ、バチはイタリア語でキスの意味、バチを送ること、たくさんのキスを送ることです。それやって言ってることですよ。クドクドギドがナンパの時とか、あの声かける時もいつでも使えるね。キスキスキスします。ちょっと味見させていただきたいと思います。ああー、こあげやすいよ、フィナルメインって。ほら、この中に入ってる、これかわいいね。そして中に有名なのは小さい紙が入ってて、詩が書いてありますね。詩、でもこれ日本語じゃねえな。イタリア語と英語とドイツ語と、あとなんだこれ、フランス語かな。 La passione tinge dei propri colori tutto ciò che tocca。 なんだこれ、すごく可愛いですね。あ、いい感じですね。いただきたいと思います。入る前に、なんと私がおすすめする日本であまり見たことがないイタリアのお菓子、そして私はぜひカルディのお店にあってほしいお菓子3つ紹介させていただきたいと思います。まずレカラメルアンブロソーリ、これですね、もう間あるね、食べてるから、これカラメルクラッシュアンブロソーリ、こんな感じでございますね。カラメルアンブロソーリ、これあってほしいですね。でちょっとこういう当てるとこういう感じね。試食ばっかりで、まあ明日ニキビが出ますよ。もう口の中もはちみつ、結構ねはちみつの味すごくする。そしてもう一つ紹介したのはカラメルレモンヘラフ、エラフっていうね超有名なブランドでね、カラメルレモイモルディティトッフェセンサコロランテアルティフィシャルね、これもねカーディさんに会ってほしいですね。置けばこれ絶対人気が出ますね。アドバイスです。これすごく美味しい。なぜなら柔らかい、年寄りもいけるし子供もいけるし女性もいけるし男性もいけるし、じいちゃんもばあちゃんもお姉さんも妹もお兄さんも弟も双子も、うん、はい、もうこれ口の中柔らかくなって溶ける、うん、もう一つラスト、ぜひこのイタリアのお菓子日本にあってほしい、ぜひカルディさんに置いてもらいたいっていうのはガラティネスペラーリですね。もうこのスペラーリっていうメーカーですね、イタリアで超有名でございます、超老舗でございます。スーパーとか、あと薬局ね、ドラッグストアとかに、イタリアのドラッグストア薬局に置いてあるんですね。やっぱり牛乳でできてるから、イタリアはほらチーズの国とか、ね、いっぱい牛乳使いますから、牛使いますから、ね、ほらイタリアの牛乳の味、ミルクラテ、ピアデラテで体にいい感じがしますので、これはねぜひあってほしいということで、日本であんまり見たことはない手に入りにくい商品を3つ紹介させていただきました。参考にしてください。よろしくお願いします。ナンバー3、ヌメロ3に入ります。イエーイ、これです。ロアゲルケボンタ、ロアゲルケボンタ、これロアゲルケボンタ、ロアゲルケボンタ、ハチャオスタディエ。この会社は南チロール地方の会社でございましてですね、まあ北イタリアの国境に違いですね、同じチロール人ね、北チロール地方のオーストラリアで作られてることもあるし、まあそのイタリアに作られることもあるんだから、まあいろんなところで作ってるんですね。ナンバー2、ヌメロ2、皆さんナンバー2ってこれでございますわね。これサルテリ、バンレドーロ、グリッシーニ、もこれ間違いない、美味しいですね。シガも 100%、100% インテグラーリです。いただきますね。いいね。グリッシーニとしてすごく美味しいですね。高品質ですね。うん、いろんな種類あるんですけど、これが本当にうまい。
ていうことで来ましたよ、最後ですよ、ナンバーワンの紹介でございます。ビスコッティコルシーニビーヨですね、これでございます。これはね、美味しいですね。これはね、もう大好きです。オーガニック全粒粉ビスケット、イタリアトスカナ地方の老舗ベーカリーが作る植物繊維が入った全粒粉ビスケットでございます。牛乳とか豆乳とかにつけて、こうやってほらつけてですね、食べ方ですね、メティアルビスコインティニアルビスコットデントエリエトマニ。今日の糖質糖分ちょっと半端ないですね。皆さんこの企画良いと思いましたら、ぜひ下の方にいっぱい書き込んでください。例えばこれのランキングしてくださいとか、何でもアイデア受け取りますから、皆さんのご意見はとても大事ですから、これからもよろしくお願いします。ということで、チャンネル登録、高評価、コメント欄に投稿忘れずに、今後ともよろしくお願いいたします。チャオ、アラプロスマ。